よし、おはようございます。おはようございます。もう手テロップできてない。おはようございます。はい、昨日はあの AKB ホテルとナンバーワン歌唱力ナンバーワン決定戦だったんですけど、はい、ありがとうございました。皆さん見てくれましたか。昨日はあの NNB ホテルでした。NNB ホテルは一番最初だったんですけど、よかったよかった、ありがとうございます。ありがとうございます。一生懸命出せてよかった、ありがとうございます。はい、昨日はそう、昨日で予選が最後でしたね。すごいツイッターが湧いてた。やったー。NNB 決勝には残れなかったけど、みんな上手だったよね。で、結構ね、ツイッターの、そう、NNB 終わった後に、あやみ、あの、ツイッター調べてたんですよ、ママの携帯借りて。それで、みんなの、なんかね、ちょっと見てみたりしてます。丸の内はどこかわかりません。どこにあるんですか。東京なの、東京かなと思ってる。そのまあ歌詞的にも出る意義なるイベントやったと思う。また出てほしいよ。出ます。次もね、あの挑戦したいと思います。東京ですよね。市民がさっき、配信で触れた声が当ててすごい良かったって、嬉しい。市民のやつもちょっと見てんけど、わすごい。ずあのさ、最初何の曲やこうやって思ったけどさ、やっぱサビ聴いたら分かった。そういう系の曲多いよね。東京丸の内オフィス街、へえ、そのがあるんや。MC の和賀さんか、あってんのかな。23歳で NNB だと丸のうちどこにあるか知らないなんて。そう、それさ、あの TwitterX かで見ました。いろんな方が書いてくださってた。あゆみちゃんいじられてるって思って、いじられてるって、そうツイートつぶやいてる方が多かったので、めちゃくちゃ録画してるので後でもう一度見返します。はい、ぜひ、ありがとうございます。
くさん見返してください。もうそみで残念やったしね。あの限定なんていうんですか、 CS を登録してる方がスカパーに入ってる方なのでね、丸の内は東京駅の前。ああ東京駅の前、なるほど。花水木、そう花水木よしみんはそれ歌ってました。東京駅の何側やこれ、なんて読むんや。なんとか側が丸の内、皇居側が丸の内かな。悔しさという気持ちは大切だけど、アイドル負けないが一番大事ですね。あ、なんかすごくいいこと言ってくださって。ウルとかアドとかやばく、そうアドさんのやつにしようと思ったんですよ最初。でも風の行方は私本当に歌えなくて、もう全部高いから全部裏声で行かないといけない波に高くて、ちょっとアドさん歌いたかったけど、今回はちょっとアドさんはあの第3第2希望ぐらいではあったけど、立憲とかもやしあるわ。調べてた、うん、けどどんなやつか忘れてた。でもなんかあのマーシャルはなんか何やったっけ、あれ四角いやつ、なんかライブとかでなんかスピーカーみたいなやつやった気がする。東京駅の皇居、皇居か読み方わからんけど、どっちも感じになっちゃって。西側、なるほど、わからん。東京駅がわかるけどさ、周りに何があるかさ本当にわかんないからさ。大阪民なんでね、最強とか聞けなかった。私は最強歌えたらほんまにもうやばいよ。あれ歌えたらもうほんとに歌うますぎて、大阪だと京橋とか北浜あたりの、あ、なるほどね。どんなイメージ、どんな土地か分からんけど、土地名は知ってるから、まあまあまあ、なるほど。エレキギター用のスピ、あ、そうだそれ、あのライブとかでさ塗ってるようなさ、塗ってるじゃないわ、あのライブとかに置いてるようなスピーカーやんな。何によくは分からんけどスピーカーなのは分かった。どっちも感じになっちゃったね。
あ、そうや、ギターや。ギターとスピーカーや。思い出した。私は上手だった、ありがとうございます。今日は朝から雨なの、嫌なんだけど。餃子のお塩好き。うん、結構出たけど、でも最近は餃子あんま食べてないな。そう、お店にもあんま行ってないし、餃子も食べてないかも。食べて、そう、なんか食べるにしても、なんか大人数で餃子パーティーの時とかが多いから。最近もあんま行ってないかも。今度東京じゃ前のうち行ってみます。見ようかな、時間があれば。雨の御堂筋って何？なんか大阪の曲とか、なんだよな、流行った曲、そのなんて、あのマリーゴールドとか、まあ、アドのやつもあったし、あの猫とかもあったし、マリーちょちょドライフラワー、まあ、猫やった気がする、ドライフラワーとかもあった。だファーストラブとか、なんかそういういろんな世代で流行った曲がなんかあった。雨すごい降ってて外出たくない。あ、見えない。ペットボトル出てきてるよね。公園の時出てきてたよね。ドライフラワー、そう、ドライフラワーゆりさんのやつ。早く省略見たよ、頑張ったね、ありがとうございます。ファニーであみちゃん登録した名前です。そう、それさ、あみきのきなかさみでさ、歌唱力しら、歌唱力のなんか漢字調べてたからさ、なんか歌唱力の後にきなかさみでも調べてんやんか。そしたらファニーのなんか名前間違ってるみたいなやつ出てきて、あ、ほぼやーって思って、タイムは今日か分からんけど、たまたまマネージャーさんに言います。ね、そう、出てこないもんね。そう、漢字が間違ってたら出てこなくて、ちょっと皆さんも大変なのでね。そう、身が違かった。まあでもさ、普通はさ、予測変換的にも起きるがさ、あやみの実美しいやんか。だから、まあ、よく間違われるので別に慣れてはいるんですけど、最後が生まれる前の曲も結構あった。え、めちゃくちゃあったで。なんか知ってるけど全然生まれる前みたいなやつ結構あった。それこそ何かな、津軽海峡の激しきとかも。美しいあみちゃんとか間違えすな、謎理論。うちのパソコンあやみ変換したら最初にあやみが出る。かっこえらい。あやみも、まあ、自分の名前やからかな。あみ自分の名前やから、きぬって言ったきぬがさみ出てくるよね。
うん、いや待って、キーで出てくるわ、おもろ。キーで衣笠見出てきた。おもろいね。そう、衣笠、衣笠、キーって言ったら一番最初に衣笠って言って、何個か後に衣笠見て出てきた。でもそんなさ、自分でフルネームさ使うことあるかな。鬼怒川温泉出てきた。確かに鬼怒川温泉さ、あれ出てくる。自分の名前ハッシュタグ、そう、ハッシュタグはさ、そう、自主登録してんねんやんか。そう、あとはハッシュタグの時日野笠見つけてる思ったけどね。えポテト9研究生と色取り実らせたいやから、だから基本あやみやし、ほんで、まあやみって書くときもひらがなやから、なんで出てくるのやろうと思って。自分の名前やったら出てくるのかな。予測変化で名前とか住所の地名出るけど、出る便利やけど、コメントとかで間違って入力したら、確かにそう、住所さ間違えてやっちゃって、それが大阪府のさ住所やったらさ、あやみの住所、あやみちゃん住所って勘違いする、いつもあやみの住所じゃないよってなるけど、エゴさんの時に、エゴさんの時の、エゴさんの時でもママが昨日がさ、みんな調べて見てる時にあみ見る貸してって言ってるから、あ、もう基本自分で売ってないのと、あ、まずね、彩り実らせたいから調べるタイプなんですよ。でそっから、まあ、見てツイート見て、でほんでちょっとある程度まで見たら、その彩り実らせたいで調べて出てきたツイートのハッシュタグからちょっと他のに飛んでる。だから昨日がさ、みのハッシュタグ押して飛んだりしてるから、でも検索履歴に残ってるっていうね。そう、自主登録のあのメンバーの感じがちょっと珍しい方は自主登録してた。アミもしてるし、リサさんもしてるし、シオミンさんもしてた。この住所、東京都千代田区丸の内、遠いて。丸の内に住んでるから丸の内歌うのか。なるほど。レニフの八の F なしに。え、そう、レニアも言ってた。F なしはね、出てくるんよね、普通に。打っても。そうさ、例えばまあリサさんとかさ、サーがさ予測変換で出てくるやつと違うねんやんか。だから辞書登録して出てくるようにしてる。アミもそう、あのミーがね出てこないから、海にならないから、ちょっとアン海っていつも言ってたんですけど、あ、もういいや、これ辞書登録しようと思ってしました。そうなんですよ、三髄の差が出てくるの。ちゃちゃちゃ
糸編や、糸編が出てくるんや。糸編が出てくる。アンズーミ、アンズーミ。アンウミって言ってました。宮本アンウミで。アンウミで出てくるのよね。アミが。アンウミわかるよね。アンウミマジわかるよね。パソコンで間違われることはないけど、人にはよく間違われる名前知ってますな。あ、伊藤が正解。あ、あれ、じゃあみんな辞書登録間違ってるよ。さあ、え、伊藤編やの、あれ前のブログちゃんと伊藤編やったっけ。バルモゴメか。そう、あのね、佐伯ちゃんと確か一緒だから糸編ね。そうで、糸編でリーサって打っても3000しか出てこーへんから、辞書登録してるのにその辞書登録を間違ってる。でもあみ、辞書登録してるって思い出したのは、この前リサさんとあの遊びに行った時のちょっとブログとかを全部書き終わった後だったのでギリセーフ。だから全部あのリサさんのやつ書き直せた。リサって言って消してサって調べて。もばめはリサさんってひらそう。あみ、もばめはね結構ひらがなで書くんですよ。その南原さんがないで出たら NNB ファン。私でも原田さんがいた、いはった時さ、確かあれも携帯ね持ってないねんな。持ってたか、持ってたけどそんななんか使ってなかったの。持ってなかったか、持ってたわ、持ってる持ってる。そう、でももうさ小5とかやったからさ、そんな使うことなくてあんま使ってなかった。私はでも最初、一番最初のスマホはアンドロイドでした。わかも、わかるかも。わかはもうね、あみわはなかも、わはな、わはな、わわなかみたい。え、そう、こよりもこより出てこない、板がけ出てくる。全然こより、こより、このりになっちゃった。心、心、そう、でも心って言ったら間違えた、板書きって言ってた。テロップに言ったら板書き残っちゃった。そう、心って言ったらその他の予測変換でなごむって出てくるようになりました。心なごむってずっと打ってたから。じゃあ早く歌唱力かけてすみたよ、ありがとうございます。坂本なのか、坂本なのか、坂本なのか。そう、でも旧規制にその大阪の方の坂本玲央ちゃんがいるから、あの、あ、坂道の大阪やってわかる。マカチンのこと今までも坂下真心。坂下真心かわいい。天皇も出てこない。そう、天皇は出てこない。天愛、
そうで、天矢出てこないけど、天愛っていつも打てて、天矢までやったら結構出てくる。休憩はね、結構使うもんね。先輩の方は、なんかもう売ってる方が多いかも。なんか花火鳴ってる、すげえ。あれ、何これ。花火なんやこれ。もう、なんか投げ、え？か井戸の海の下が予測変化で出てくるから、それ打ってから消すためにし、あなるほどね。おもろ。最近名前の漢字は難しいね。なんか、あ、ここそっちかみたいなさ、ちょっと違う漢字の時あるやんか。あやみも、あやみのみもそうやけど。クリも心があってさ、心って言って、今まで心和むって書いてたんですよ。ほんでムー消してて、で最近心和むってずっと書いてたから、心って言ったら勝手に和むって出てくれるようになりました。天は普通は天はか天ないって出て、それで天愛ってやったら一番最初に天ちゃん出てくるんですよ。あ、30万ポイント達成、なるほど。おお、ほんとだ。待って、わ、これ嬉しい。夢と達成の、なるほど。大阪負けちゃう。あ、らしいね、なんか聞いたことある。なんか難しいね、ね。難しいの、なんかむ難しい問題かもあるよ。難しいも聞いたことあるし、難しいも聞いたことある。さあ、ありがとうございます。カラオケイベントで30万ポイントいったんかな。バターがもらえ、そうなんよ、うれしい。でも、もうすぐオリジナルアバターももらえるかもしれないから。でもさ、これさ、対象外やんな、メンバーって。ランキングにもあるけど、一応対象外なんですよね、メンバー、私たちって。だからそのメンバーもさ、オリジナル作れるのかな。そろそろ終わろうかしら。あ、これ出ちゃう、出ちゃう、もう対象外やけど勝手にわーって出ちゃう。では壇上へ向いたいと思います。いきます。13位マスオさん、ありがとうございます。12位トミさん、ありがとうございます。11位タツニーヤンさん、ありがとうございます。10位ヨシーさん、ありがとうございます。9位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。8位デコマチビトさん、ありがとうございます。7位イコモミエルさん、ありがとうございます。6位ガチの釣り師さん、ありがとうございます。5位ピーマルさん、ありがとうございます。4位高政さん、ありがとうございます。3位ジョさん、ありがとうございます。2位風呂敷さん、ありがとうございます。そして1位親父さんでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではありがとうございました。ボードを書きましょう。今日はおやじさんです。
ですね。あ、ちょっと待って、ママ。ママ、はい、起きなくていいの？起きてるんかい。じゃあ何もない。バイバイ。絶対起きてないじゃん。2回も読んだよ。金曜日ですな。ラジーさん、アバター、あ、グラスに入ってる可愛い猫ちゃんが、2019、もう5年前なんや、2019年って。不思議でしかなくておもろい。はい、ではありがとうございました。はい、今日の1位はおやじさんでした。ありがとうございます。パシ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 。はい、ではありがとうございました。5年前はあやみは小学3年生か。マジ一般の小学生、小学3年生過ごしてたかもしれん。はい、ではありがとうございました。そうな、うん、では明日もよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。明日は何時にしようかな。あ、待って、明日わからない、わからない。明日はちょっとわかんないので、また分かり次第ちょっとお知らせいたします。ちょっと何時からかまだわからないやつがね、そのあるので。はい、では、はい、ありがとうございました。今日の12時までね、あのイベント第9時受付をしてます。あの今回の、あの今回の受付で東京の握手会は終了してしまいます。ピエン。はい、ではありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうございました。頑張ろうね、みんな頑張ってね。東京ちゃんは横浜や。東京という概念が。バイバイ。